ちは、どうも。こんにちは。自己紹介お願いします。涌井です。インディアライブザスカイで PA やってます。あと緑川さんのレコーディングをしました。あ、レコーディングされたんですね。はいはい。どうでしたか？いろんな曲、何曲も入ってると思うんですけども、はいはいはい。やっぱなんつうんだろう、すごくその周りのね、多分緑川さんが生活している知り合いとか、はい、そういうなんかその境遇、いろんな境遇を持った人たちに向けて作った曲だと思うんですけど、はい、なんかすごくそれがなんかすごく感動したりしました。とってもで、なんか背中押されたりとか、なんかそのあまり飾らないね感じの言葉を使うって、いるので、それがなんかとってもなんか僕にとっては言葉がずっと入ってきて、背中を押されたみたいな感じで感動しながら一緒に作ってました。なんか飾っちゃうと逆にね、嘘っぽく聞こえちゃったりすることもあるじゃないですか。そういうのが全くなくて、なんかスッと入ってくる感じで、そういうのがあったです。涌井さんから見た感じはどうでしょうか？はい、このいや、もうガンガンもう活躍されると思います。じゃあ今日はありがとうございました。またお願いします。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。今日は長野県は長野市に来ています。ある、ライブハウスに来ておりますけども、新しく CD を出すということで自己紹介お願いします。千曲市に住んでいます。緑川って言っちゃったけど、種という名前で活動しています。この度生まれて初めて CD を出します。はい、歌を作って歌っています。今日、オープンマイクで3曲歌ってもらったんですけども、はい、曲の紹介お願いします。はい、1曲目はですね、まんまるお月様という曲です。はいはいはい、友達を思っていつも応援してくれるお友達を思って作りました。はい、2曲目は、もう次いっちゃう、次は、幸せの種という曲なんですけれども、はい、こんな楽しいことが自分の幸せの種だなとか、こんな美味しいものが幸せの種だなとか、お友達といる時が楽しい時が幸せの種だなっていうような、そんな感じで、それが幸せの種という題材なんですけど、最後の曲がですね、ありがとうという曲ですね。これはお友達の誕生日に送った、初めて自分が作った曲なんですけれども、とてもね、イベントを一緒にやっていて、人のために頑張ってくれるお友達で、誰かのために頑張ってるお友達のために作った曲です。はい、先ほどずっとその歌を作って自分で歌いたいっていうその夢があったっていうふうにお聞きしたんですけども、はい、その辺はどういう思いが昔からあったんですか？そうですね、小さい頃からですね、いっぱいアイドルがいましたね。小学校の頃アイドルになりたいと思ってたんですけど、ある日タンスを買ってもらったんです。ロッカーダンスみたいのを、はいはい、父と母に。そこにね、開けたら鏡がついてたんですね。はい、初めて自分の顔を見たんです。小学校6年生の時ですけど、はい、はい、それでちょっとこの顔ではちょっと無理だなって思ってたんですけど、ずっと小さい頃から歌を歌うのが好きだったんですよ。はい、はい、それで大人になって、そのね、誕生日の時に作った曲が、作ってみたら作れた、歌ってみたら楽しい、はい、まあ、ずっと作りたいと思ってたけどきっかけがなかった。なんかだいぶ 曲いくつもの作詞作曲した曲があるって言ってたんですけど、はい、何曲ぐらいレパートリーあるんですか？レパートリーいや 10曲ぐらいですね。11曲ぐらいかな。あとはお友達が作った曲も入っているので、で今回レコーディングしたのが1、2、3、4、本当に入ってたの？いやもうそれ全部そうなんだ。はい、ちょっと昔のライブ音源も使わせてもらって、はいはい、合計12曲入ってるんですけど、10曲は自分で作った曲で、2曲はお友達が作った曲です。 CD を出そうと思ったなんか理由はあったんでしょうか？やっぱり死ぬ前に、はい、もうメイドの土産ですよ。本当に自己満足なんですけど、自分で作った曲をいい音で、はい、残しておきたい。
ということですね。はい、なんか楽器も最近やってるって聞いたんですか？あ、そうですね、5、6年前にウクレレをやって、はい、やり始めて、自分で歌いたいがために歌う手段としてやってるんですけど、全然うまくないんです。で、今回は、まあ、録音にあたってグループを作ったとかって。あ、そうですね、あのレコーディングしていただいた和久井さんに、はい、あのギターを弾いていただいて、はい、あの梅島さんにあのハープを、ハーモニカを、ハーモニカを、はい、ブルースハープですね、はい、弾いて吹いてもらうということで、ライブに3曲その3人でやるんですけど、あとは和久井さんにギターを弾いてもらいます、はい。告知があるってお聞きしたんですけども、はい、5月15日インディアライブザスカイさんで私のレコ初ライブをやります。それで67人、まあ、演者も含めてですけど来ていただくということで、 Facebook のイベントページ立ち上げまして、あの皆さん来ていただくって言っていただいてます。楽しみに待ってます。よろしくお願いします。今後の予定は何かあるんですか？今後の予定はですね、6月15日に、はい、千曲市の神山田昭和の虎屋さんで、神山田虎屋ヒットパレードということでライブをやります。今後の夢は何ですか？夢はずっと、ね、しばらく歌ってられれば、はい、そうですね、家族が幸せでかつ、はい、歌も歌えたら、はい。まあ、作詞作曲されるということなんですけど、はい、どんな時に曲ができるんでしょうか？いや、どんな時、そうですね、あのそんな、まあ、本当に素人なんですけど、ふっとこう浮かんでくるんです、フレーズが。どっちが先、セリフが一緒に出てくるので、それにこう尾ひれをつけたりして、できる時はこうスラッとできるんですけど、なかなか詰まってます。全然作ってない最近。家族の協力もあってのことだと思うんですけども。まあ、そうですね、本当にね。その辺はどうなんでしょう？いや、まあ、そういうことにしときましょう。協力あっての、でも本当にそうだと思います、はい。家の方は何て言ってるんですか？何も言ってないです。あ、そうです、はい、いや、出すっていうことは知ってるんです？私それは知ってます。親戚もみんな楽しみにしてくれてるので、はいはい、送りたいと思います。もう一度聞いちゃうけど、最後に、なんかアピールすることありますか？アピールすること、うん、はい、じゃあ CD が5月15日に発売になるので、よかったらお手に取って聞いていただければいいけど、どっちでもいいです。どこにどこに行けば手に入るんでしょうか？はい、このインディアライブザスカイさんの、普通の日でもいいんですか？まあ、そうやってる営業日しかあれですけど、ホームページをご覧いただいて、インディアライブザスカイさんでお買い求めいただくか、そして私の手売り、はい、手売りです。手売りで、種さん、フェイスブックで緑川千夏って言っちゃいますけど、はい、緑川千夏のフェイスブックでつながっていただければ、はい、もうみんな買っていただけるのはお友達なんで。試しに聞くことはできます？あの YouTube に上げていますので、そのトレーラー的なものを1曲短いのを12曲的なものがあるので、はい、それも Facebook に上げてあります。わかりました、はい、すいません。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。遅くまですいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。I'm not afraid to die.
やったぜ。やったぜ。ステージもこれから楽しみにしております。皆さん盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。ヤングでした。メジャーデビューを目指してたあの子はとっくにギターを手放したらしい。
までもあなたと共に満ちる。本当に皆さんに言いたいことは本当にありがとうっていうことですね。つながりです。これそれしかなくて、私のためにっていう、まあ、私のために皆さん来てくれたんだけど、そうじゃなくって、本当にその皆さんのつながりでこうやって来てくれたわけです。分かってますよ私それも。ありがとう。こっちがありがとうだよ。本当にありがとうございます。感謝しかないです。本当にもう頑張ってない大人なんてっていうかさ、誰も、子供もそう、みんな頑張ってない人なんていないんですね。私もめっちゃ頑張ってる。あの本当にね、皆さんにいろいろ救われて助けてもらってなんか生きてるんです。私もみんなに、助けてもらってなかったらもう今日も来れない、ここに来れないし、みんなもそうだと思います。いろんなことあって、だけどみんないつも楽しそうにしてる。本当に先生です私の。皆さん本当にさ、そういうことありがとうございます。最後の曲はじゃないんだけど、最後の曲って言っていいお約束、大人だからね、大人だから最後の曲になりました。小春日和に。Thank you.
のど真ん中ありがとうございました。あ、CD ね、よかったらね、 CD も聴きたいだけで十分ですけどね、あるけど。ありがとうございます。 CD は2000円で売ってますけど、もしよかったら小春日和には入ってないんですからね、また次またね、和久井さんにとね、ハープ吹いてもらって、本当にありがとうございました。今日はどうでしたか？あ、そういうことね。もうめっちゃ楽しかったですよ。皆さんに来ていただいて、楽しい時間をみんなと共有できました。いろんなこう以前の仲間たちにこう呼びかけて参加をっていう話がありましたけど、その辺どうなんですか？そうなんですよ、半年くらい前にどういうライブにしたいかっていうことを一緒に、お友達と決めまして、みんなと楽しかったねって、みんなに楽しかったねって言ってもらえるようなライブにしようねっていう風に。どうでしたか今日その結果？はい、もうとっても楽しいライブになりました。皆さんのおかげです。よかったですね。はい、ありがとうございました。今後の目標はどうでしょうか？あ、目標はまたみんなと楽しく、それだけです。またライブとかやるんでしょうか？あ、次はトラヤで6月15日に決まってるんですけど。決まってるんですね。はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。だねー、お前ありがとうございました。そこで